ねえアッシュ、月がとても綺麗よ。まるで私たちを祝福しているみたい。月よりも君の方が100万倍綺麗さ。誰か嫌がるな。カンダ・ドゥーム・デモンズ。やいやい、そこのあんた、せっかくのロマンスムードがぶち壊しじゃないか。うるさい、話しかけんな。呪文に集中できないだろうが。どこまで唱えたっけ。カンダ・ビヨンド・セメタリー。魔導書の呪文に死者たちが応えている。これが最後の呪文だ。地獄の門は開きたり。兵士たちよ、正常の王子どもを血祭りにするのだ。やめろ、こっちに来るな。どこにいるんだろう。シリス。いやトリック大成功です。メルサ、びっくりしたなぁ。もうっていうか、その格好って階段に出てくる蘇った死者、ゾンビです。私も思い切って仮装をしてみたんだけど、どうですか。あまりゾンビっぽくないかも。そうかなだって可愛すぎるもん。こんなキュートなゾンビがいたら食べられちゃってもいいかなって。もうシーリスったら、からかわないでください。仲良きことは美しきかな。お二人が戯れる様は見ていて癒されますわね。仮装ですか。はい、エルフィリス様たちと同じヴァンパイアの装いでございます。お二人の血は芳醇で甘美な味がしそうですわね。あの、冗談だよね、アカーシャさん。あ、シーリス、向こうに王子様がいますよ。お菓子をもらいに。行っちゃいました。何かあったのでしょうか。いろいろ忙しいんじゃないかな。それよりパーティーを楽しもう。ワイスさんたちの仮装コンテストに、スオーさんの戦艦へ打ち上げ大会、イベント盛りだくさんなんだから。うん。
森の中で保護したのですが、発見した時から怯えた様子で。来る、奴らが群れをなして。奴らって一体何に襲われたんだ。歩き出した死者。それはとても興味深いですわ。詳しく聞かせてくださいます。アカーシャ、いつの間に。噛んだ。男が本を読むと地面から死者が湧き出て。まあ、それはバタリオンの呪文。するとあなた様方を襲ったのは。今の悲鳴、パーティー会場からです。メルサ、シーリス、何があったんだ。王子様、いきなりあの人が襲ってきて。また帝国軍かよ。毎度毎度しつこいぜ。しかし様子が変だぞ。着ている鎧もボロボロだ。構うもんか。襲いに来たのは間違いねえんだからな。うらおいおい、急所に当てたはずだぞ。どうして動けるんだよ。見てください、あれ。カズだ。このままだとパーティーに来ている人たちが危ない。シーリス、メルサと一緒に参加者たちを建物の中に避難させろ。うん、分かった。その間俺たちでこいつらを引きつけるぞ。はあ。誰も残っていない？うん、戦っている王子様たち以外は。シーリス、後ろ！しまった！シーリスから離れて！へい！やあ！ダメ、全然聞いて。彼らの動きを止めるには頭を狙うのが有効でございますわ。このように。それでも息の根を止めることは不可能。すでに死んでおりますから。アカーシャさん、こいつらのこと何か知ってるの？彼らは知性を奪われ蘇った怪物。生ける屍、ゾンビですな。これが本物のゾンビ。本当に何なんだこいつら。倒しても倒しても蘇るぞ。参加者たちの避難は終わったようだぜ。どうする？このままではキリがありません。私たちも建物に入るべきでは。いや、こいつらは何度でも蘇るんだ。そんなの相手に籠城戦なんてしたらこっちの方が不利だぜ。シーリス、メルサにアカーシャ、君たちは城でみんなを守ってくれ。俺たちがおとりになってこいつらを城から引き離す。みんな、行くぞ。
無事で。あらあら、私たちに気づいたゾンビがこちらに向かってきますわ。メルサ、扉を閉めるよ。